インターリーグドジャース・アストロズ2024年7月27日ヒューストンドジャースの大谷翔平投手30が27日日本時間28日敵地でのアストロズ戦に1番 DH で先発出場第2打席で2戦ぶりの一発とする今季32号本塁打を放った打球速度118.7マイル 約191.0キロは本塁打では自己最速対全打球の中でも4位対となる超早引きとなった。そんな特大弾をゲットしたのはアストロズファンのアンソニー・スータイタ383。ヒューストンにあるオールアメリカン・エレクトリック社で働く電気技師。ガイアスタンドを上がっていく階段の途中のたたきに立ってビールを飲みながら試合を眺めていた。 すると強烈な打球が飛んできた。打球はラインドライブでまっすぐ飛んできて、子供たちが前にいたけど取れなくて、私も手で取ろうとしたけど、取れなかった。正直打球が速くて怖かったね。ボールが通り過ぎる時に風を感じたよ、と振り返った。続けて、それから僕の背後にある壁に直接当たって転がった。僕は階段を駆け下りてボールを手にできたんだ。運が良かったよ。 競争相手がどれだけいたかは知らない、ボールだけに集中していたからと語った。ボールを手にしたたスー・タイタさんは、嬉しいよ。ただドジャースの選手だからものすごく幸せというわけではないけど。でも気分はいいよ、した上で、大谷については、エンゼルス時代から彼のプレーは見ている。素晴らしい選手だ、と称賛。ボールはどうするのか聞かれると、家に2人の息子がいて、 彼らも野球が好きだから、彼らのうちの一人にあげるつもりだ、とプレゼントすると明かした。